はい。ポップティーン TV。ティーン TV。あ、間違えた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 。ああ、おる。やべやべやべ。これ使えないやつ。ポップティーン TV。はい、本日はですね、ポップティーン TV チャンネル登録者数16万人を突破した記念で制服を着ることができました。イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今日の企画の説明を、那須くん。はい、あのポップティーン TV とは普段あのね、ポップティーンのモデルたちがあの日々汗かいたり努力して、そういう姿を見せればいいなという企画になってます。今回はあの学校を借りて制服で3年ぶりの撮影です。何いろいろとさ、いらない情報を混ぜてきた。ああ、3年ぶりの撮影3年前だってケンタッキーデブでしょ。3年前は86キロ。すっげえよなそれ。まだイナズマイレブンの壁山って言われたでしょ。今日の企画は、それぞれ、ポッティのメンズモデルが、メインとなって、みんなのいろんな女の子がキュンキュンする胸キュンをやっていこうという企画になっております。えいえい。いや、久々のね、てか誰も高校生じゃないけど。そうですね、もうみんな高校生。いきますか。じゃあまだまだ制服で撮っていきますので、皆さんお楽しみに。お楽しみに。はい、ちょっと待ってね。やばい、なすみありがとう。おい、やべ、チクリ笑い取られてるぞ。おいおいおい。どうした、毒ガスでも分かるんだよ。はい、今日はね、パンダリックがなんと30分遅刻してきました。こんなね、遅刻マンに変わる新しいメンズモデルを募集しております。ぜひ皆さん、この機会にどうでしょうか。メンズモデル、4人しかいないです。なんかあれば4人の誰かが持ってかれるんです。誰かいないでしょうか。あ、でもナス違うか。ナスはあれか、ナチョスの彼氏として出てるもん。これはここでメンズモデルとかじゃない。メンズモデルじゃなくて、ナチョスの彼氏だ。関節キスとか救世主メンズモデル来てるわけでしょ。救世主、救世主、すげえ、いいやん。たまれ、たまれ、あれ、現れる。ここで救世主、もういいのか。もういいか、ここは一回もう開けて、ここからは全く違う。これもまた別に。あれ、これ負けねえぞ、俺は。これ、続きじゃない風にしてる。新しく入ってくる。つながってる。そうなんです。一応その、シチュエーション的には、だってここにさ、だってノアとか女の影が全くない。あ、いきなり…あ、きれいぞー。あー、そっかそっかそっか。で、それ見るも一緒に。あー、で、来て、で、この二人を見てて、ここがこう、何やってんじゃって来て、ここでちょっとこういう感じして、芸行構成には負けねえぞー。ナス面白いな。でかねと。はい、行きます。せーの。シャッ、本当に笑って。今ナスが一人ですごい頑張ってる。そう、タイプロでいいよ。タイプロでいい感じ。結局誰でもよかったんだよね。そう、そうだね、本当にノアとか大波乱。たまたまナチョスがちょっと好きになってくれたから、ナチョスでいいやぐらいの話だったじゃん。でも最初はすごい、あ、そうそうです、この音好きになってよかったなって。いつまでそのビジネスカップ続けるの。
だってもう別れてんじゃん、実際。いつだって3ヶ月前くらい別れたの。そうですね。だからまだ言えずにいるんでしょ、だってやっぱ。そうですね。立場上。まあでも、あいつが俺のこと好きだから、まあ、しょうがねえから言ってやるか。正義。喜んでもらえるように今日も僕たちは朝早起きしてパシ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 撮ってってます。皆さんちゃんと見てくださいよ。ちょっとこの企画いいやみたいな感じでプルルって飛ばさないでくださいよ。そしたらもう僕たち今日朝早起きして意味がなくなってしまうんでね。いや本当にこれで、まあ、何のこういう動画の一応よりもやっぱりポプティTV に打つのが僕の夢でもあり、やっぱこれからはもうずっと僕自身 TV に打つように日々努力して汗もかいて、そうですね、日々走って突っ走って僕なりに頑張っていこうと思います。もうなんかもう俺とかナスとかも出すぎて見てる方も知っているじゃないですか。もう別にまたこいつかみたいな。じゃあここでいきます。アイリルさんです。こんにちは、アイリルです。2人でじゃあアイリルをみんなに知ってもらおうっていう、はい、せっかくの機会だから。あ、そうはい、じゃあなんか結構質問してみんなに知ってもらえるように。あ、じゃあおケツを振る K-POP のダンス知ってますか。あ、知ってます。あ、じゃあそれを踊りますか。いや、ちょっとそれはそれはいろんな質問。あ、アイリルちゃんは好きなタイプはどんなダンスでいいか。好きな優しくて面白くてリードしてくれる人です。え、それって僕も自分で僕じゃないと思っちゃいましたね。優しくて面白くてリードしてくれる人です。え、それってね、優しいこと。いや、違いますね。あ、違う次、なぜ質問して。これだってこれ多分これあれですよね、170万回ぐらい再生されるからね。あ、じゃあ好きな男性の唇は柔らかめ、硬め。ちょっと考えなきゃダメですか。あ、どちらに。まあまあでもナスだって先輩だもん。硬め派か、柔らか、プログラ派か。かわいい。ナス君はどっちですか。僕は断然柔らかめ。え、じゃあナスはどういう感じなの、その、ナス、うん、の唇はどういう、どっち系なの。僕は柔らかめです。らしい、最後なんか聞いてみます。あ、そうだ。アイリルちゃんは本当に昔からすごい優しくて、そういう可愛らしくてすごいね。なんて言うんですかね、オーラがあるんですよね。なんか優しさがにじめてるというか。だから僕も初めて会った時に、あ、天使やなって思ったので、これから、ね、仲良くできていければいいかなと思います。そう、質問聞いてたの。あ、そうそうそう、天使やなとか聞いてないから。どっちかと親友だ。あ、エリキちゃん。何個上なんですか。3個ですね。あ、そうなの。え、こんなこの感じ、ナスが3個したとかかと思ってたんだけど、落ち着きようとか見てたら逆なのかなと思って。僕もちょっとここの中でそれは。そうなの。これからはちょっと謝って。そうそうそう。あ、これから先輩として今回僕が見せてしまって、ポプティーン TV さんの前も迷惑をかけてしまったので、これから先輩として。謝られて、
いけるよ、確かに。多分この動画を最後にあのアイリルはポップティーンからいなくなるこんな人らやだみたいなはい、じゃあちゃんと閉めてパーってはいよーよーえ、そういうことやったよね一言で言ってはい、じゃあ今日はあの本当にアイリル様ありがとうございました、ということで、もう猛暑日でだんだん暑くなってきますがポップティーン1月号1月だね、7月です7月号こぜひコンビニに行ってあのね、1月で、そうですね、僕もポップティーン毎月、まあ、そう、お母さんとか親父とかおじいちゃんとかみんなに頼んで毎回、そうですね、5冊ぐらいは買ってますだからみんなにもそのぐらいのやっぱ勢いというかがあって買ってくれたら僕も本当に嬉しいしそうですね、やっぱりはい僕はやっぱ大人気です僕は大人気そうです、そうらしいですそういう時にこうちょっと喋るじゃんそれでちょっと待って本日の撮影は以上になりました皆さん制服をして青春をして久々に楽しかったですねはい、久々に楽しかったです、はい、そうですね、久々に今日こう高校生に戻って青春できたんで楽しかったですおなんかいつもつまんないっていうか言ってないですナスどうだったいや本当に毎回こうやってポップティーンって呼ばれてることは本当にそう嬉しいのでこれからも呼んでくださいあじゃあ今日の企画のこといやもう本当にあの最後制服もねあのこう卒業式から初めて決めてもうねまた来たいしもうねはいおいしたいしはいおいしたまたこの制服でね、なんかやりたいなって思いますけどす、ね、皆さんの声が、反応が良かったらまたちょっといろいろ面白いことをそうですね、やってくれるって言ってくれると信じてるので編集部員の方が好きなあれですよ、企画とか確かアンケートに書けるんですねそうそうそう、好きな企画うん書けますよねこれちょっと皆さんちょっとやったら今後面白い形になるパート2とかね、いろいろちょっと読者の方を巻き込んだりねおおもしかしてパート2でおデジャートリーはいっていういろいろとね、やってきたので、皆さん、ポップティーンに7月号ぜひチェックしてみてくださいはいお願いしますお願いしますお願いしますはい、ガットーありがとうございましたおっしゃー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 平常心だもんおっしゃーおっしゃー